やっぱり泳がないのかい？ああ、ここの紫外線は強すぎる。肌にも目にも。士官学校時代から君はいつもそうだったな。得意体質は変わらないよ。スペースノイド特有の何かがあるのかな。さあ、ただ僕も厄介な血を引いて生まれた。誰だ？イセリナ・エッシェンバッハ、元市長の娘ですよ。ああ、さすがガルマ司令、いい情報源をお持ちです。時にお父上のデギン皇后陛下が地球においでになったその説にはぜひ何とぞよしなに、私ども。そうですね、失礼、また後ほど。虫が好かない連中だ。奴らがあのモビルスーツと木馬の存在を知ったら慌てるだろうな。それだ、木馬討伐隊を組むには戦線が拡大しきっている。ガルマ、あの紳士は誰だい？前の市長のエッシェンバッハだ。彼はジオンを憎んでいるが、市民のためにここに留まっている。頑固そうな親父だな。ジオン軍の総帥たるザビ家の息子には娘はやれぬとおっしゃる。はい。君のお父上ならそう言うだろう。私にはジオン軍も連邦軍も関係ありません。ガルマ様はガルマ様、お慕い申しております。イセリナ、たとえ父を裏切ろうと私はあなたのおそばにおります。私も父とジオンを裏切ることはできませんが。はい。大丈夫、今連邦軍の機密を手に入れるチャンスなのです。それに成功すれば父とて私の無理を聞き入れてくれます。ガルマ様、それで聞き入れてもらえねば私もジオンを捨てよう。ガルマ様。大佐。何事だ？あ、これは。構わぬ、行ってみろ。はっ。木馬が S3 ポイントに紛れ込みました。何？この最後の防衛線を突破されれば連邦軍の制空圏内に入られてしまいます。予定通りだよ。あそこに防衛ラインもある。私も軌道一個中隊で現地へ向かう。シャーショーさんにも伝えろ、出動だ。ジオン軍は私たちをこの町から出さないつもりなのね。ああ、しかしこのままでは。ブライトさん、ここは僕が先行しておとりになりましょうか。いや、それはまずいな、ちょっと遅いようだ。え？超音機のキャッチした結果です。北から敵機の編隊接近です。だったらなおさらじゃないですか。陽動作戦です。その間にホワイトベースは海に出てください。いや、陽動作戦に出るのも突破口を。っあ
照明弾？ん？前に見えたのはドームか？ありますね。よし、あそこにホワイトベースを隠せ。入るはずだ。え、大丈夫？アムロはガンダム、カイはガンキャノン、リュウ、ハヤトはガンタンクで待機だ。各自は第一戦闘配備。指示があるまでは物音一つ立てさせるな。パトロールルックン、木馬が見つからないだと。まだ町からは出ておらん。よく探せ。穴に逃げ込んだネズミをいぶり出すには絨毯爆撃に限る。うん、よし、前期ローラシフト式爆撃を開始しろ。木馬は出てきたか？いえ、まだです。どこだ？なぜ出てこない？連中も戦いのコツを飲み込んできているのさ。こうなったら地上に降りて見つけ出すしかない。まあ待て、そういうことなら私が自分の部下と降りてみる。やってくれるのか？当たり前だろ、私は君の部下だ。今はそうだが、もともと君はドズル兄さんの直属だ。私だっていつになく興奮しているようだが、女性のために功を焦るのは良くない。落ち着くんだ。任せる。うん。私がイセリナのために焦っているだと。私は冷静だ。ザク効果、軌道バランス、スタンバイ。チャー、木馬なりモビルスーツを発見したらすぐに連絡しろ。ガウで仕留めてみせる。わざわざのお見送りには恐縮するよ。今回はそのつもりだ。頼むよカルマ。頼んだぞ、シャー。勝利の栄光を君に。ブライト、3機のザクが降りてくるわ。よし、アムロ、ザクをホワイトベースの前におびき出すんだ。了解、行きます。待っていたぞ、シャア。モビルスーツが逃げるぞ。その先に木馬がいるはずだ。追えるか？追うさ。ビーム砲開け、前期攻撃スタンバイ。ブライト、敵の編隊が行くわ。よし、未来、位置に戻れ。砲撃をかける。はい。ガンキャノン、ガンタンク、各砲撃手は照準合わせ。一斉射撃準備。
もらったぞ。全火砲、目標、上空のガウ、撃て。後ろだと？木馬です！木馬が後ろから！くそ！上昇だ！上昇しろ！無理です！水力が！ならば、180度回答だ！ガウを木馬にぶつけてやる！アルマ、聞こえていたら君の生まれの不幸を呪うがいい。何？不幸だと？そう、不幸だ。しゃあ、お前は？君はいい友人だったが、君の父上がいけないのだよ。しゃあ、分かったな、シャア。私とてザビ家の男だ。無駄死にはしない。突っ込んでくるわ。ここか。未来、上昇だ。上昇しろ。はい。ショック防御。ジオン公国に栄光あれ。